こんな姿勢ですね。そもそもですけど、猫背が悪いと思ってるんだったら、猫背は悪くありません。はい、理学療法士の松田啓太です。どうもご覧いただきありがとうございます。この動画はですね、腰痛、膝痛、肩こりに対しての痛みを改善するための動画を配信させていただいています。もしあなたがですね、腰の痛み、膝痛だったりで痛みの治療で1年以上同じ治療やってたりとか、違う治療やっててもですね、改善しない場合であれば、あなたがですね、治っていない原因をしっかり見つけさせていただきたいと思っている動画になりますので、1年以上痛みで悩んでいる方さんであれば、ぜひこの動画見てみてください。今日はですね、何の話かと言いますと、猫背、この猫背についてのお話をしていきたいと思いますので、もしですね、自分が猫背で肩こりが激しい、首の痛みがある、手がしびれている、もしくは猫背が原因で腰が痛くなっている、こんな患者さんであればですね、この動画を見ていただくことによって、猫背がなぜ起きているのか、そして猫背がなぜ痛みにつながっているのか、そして猫背をどういう風に改善すればいいのかっていうですね、この話をしていきたいと思います。で、結論から言うと、この猫背ってですね、3つの箇所をしっかり見てください。この3つの箇所をしっかり見れることによって改善してきます。1つは首、一つは胸郭、もう一つは腰、骨盤ですね。大事なのは原因をしっかり発見できるかどうか、これがすごく大事になってきます。今日はこの3つどこから来てるのかってことが分かりますので、ぜひね、最後に見ていただければと思います。では本編いきましょう。はい、じゃあですね、やっていきたいと思うんですが、まず人間のメカニズムってところを理解していただきたいなと思いますね。で、人間のメカニズムをちょっと説明するときに、この骨模型ね、はい、気持ち悪いかもしれませんけど、この骨模型すごく大事になってまして、これ人間の体ですね、背骨です。ここからこの辺までが今ボコッと出てきて、こんな風になってると思ってください。で、頭がありますね。頭蓋骨ってやつがあって、その下に背骨がうわーっと背中沿いにあります。これが24個ありますね。頸椎ってのが7個、胸椎ってやつが12個、そして腰椎が5個、計24個の骨があって、で最後にこのオレンジのところが仙骨って言って、仙骨とくっついてるのがこの腸骨ってやつがくっついて、この腸骨と仙骨、腸骨、この3つを足して骨盤と言います。まあこんな風に背中なってるんだなと思ってください。そして今回ね、話していくのが猫背ですよね。猫背ってどこだと思いますか？そうですよね、はい、聞こえてませんけど、そうです、ここの青色の部分ですね。この青色の部分の12個あるところが丸くなってるよねっていう話なんですけど、ここでね、ちょっと見てほしいんですけど、これ今こんな風に見てまして、これ横向きにします。こんな風にね、で見ていただくと分かるんですけど、あれ、胸椎丸くない？胸椎って丸くなってるんですよ。で、いわゆるこう猫背の姿勢になってる。そもそもですけど、あなたが猫背が悪いと思ってるんだったら、猫背は悪くありません。猫背が悪いわけじゃなくって、猫背しかできないことが悪いんです。意味わかりますか？で、丸くなることってあるじゃないですか。例えば、何か物を描いてるとき、丸くなりますよね。丸くなれるおかげで、いわゆる猫背になれるおかげで描けたりとか、下のものが取れたりってあるわけですよね。ただ、猫背が悪いわけじゃなくて、猫背から戻らないことが悪いんですよ。いわゆる伸ばさないといけない、いわゆる上のものを取ろうと思って伸ばさないといけないタイミングで伸びないってなると、肩が上がんない、肩が上がんないと頑張ってあげようとして肩に痛みが起きたり、上がんない上がんないって言って腰で頑張ろうとすると腰が反って痛くなったりするわけですね。だから伸びないといけないタイミングで伸びれれば、別に猫背って悪くないんだよって話ですね。なんでそもそもですけど、丸くなってるってのは悪くないって思ってください。そもそもこれ生理的な湾曲と言いまして、頸椎、首の骨は反ってます、胸椎は曲がってます、腰椎は反ってます、この流れは変わんないんですよね。ただこれがうまく機能することによって、反るときっていうのは反る、曲がるときには曲がる、これがちゃんと切り替えれれば、そもそも猫背も悪くない、ここをまず覚えてください。ただ曲がりっぱなしで伸ばせないってのにはちゃんと理由があるんですよ。これがさっき言った頸椎、胸椎、腰椎、この3つを見てくださいって言ってる理由です。この胸椎がですね、丸くなった状態から伸ばせない。何かと言いますと、これはですね、ちょっと下から説明していくと分かりやすい。腰椎が原因の場合、何かって言ったら、例えばね、なんで胸椎が丸くなってて伸ばせないかっていうと、簡単に言うと、腰が反りすぎてしまってる場合、いわゆる反ってる状態作りますよね。反ってる状態になると、こっち反ったらバランス崩れちゃいますよね。いわゆる腰が反ってる状態から胸郭を反ろうとすると、後ろに体重がいっちゃいます。でも、後ろに行っちゃってもいいんじゃない？そんなわけないですよね。後ろに行っちゃうと何が起きるかっていうと、後ろに体が倒れちゃう。で、人間の体っていうのは足に体重がしっかり乗ってるって状態、まっすぐ乗ってるって状態になるんじゃいけません。
なのでこうポイントはどこかが前に行ったらどこかがこれから前に行くってことをしないといけない。バランスをとってですね。これ私は積み木理論って言ってまして、どこかが前に行ってる状態になったらそのまま前に積んだら積み木倒れますよね。このまま反ってったら、ま、倒れちゃう。だから反ったら次はどこかがこう後ろに行ってって状態。いわゆるこのどこかが反ったらここが後ろに行って、いわゆるこう曲がるっていう状態が起きる。そうすることでバランスをとってるんですね。で逆に言うと反ろうと思った時に反れるかって言ったらこれ反れないですよね今。でどこで反るかって言ったらこれ腰が反りすぎてる場合であれば胸椎は丸くなるしかないんですよ。で反れなくなってる状態になります。なのでまず一つ目の原因、腰が反れすぎてしまってて胸椎が反れない状態が起きてる。なので猫背になってる。だからこの腰が反りすぎてないかっていうので、まあこれ反りすぎてる場合であれば胸郭を治療したとしても首を治療したとしても改善しません。腰椎を治療していかないといけない。じゃあもう一つ反る場所ありますね。首ですね。そう、首が反ってる。いわゆるこんな姿勢ですね。パソコンだったりとか何か覗き込んでこんな風にしてると前に行ってますよね。でやってみてください。前にやると勝手に胸郭後ろに行くんですよ。前に行けば行くほどどこかで倒れちゃうなりますから、どこかで後ろに行かないと。そうなると胸郭で後ろに行かないといけない。こんな状態ですね。そうなんですよ。でなると反ろうと思っても反れない。反っちゃったら後ろ倒れちゃう。なので頸椎が前に行ってる状態になるとこのまま反ったらなっちゃいますね。なので頸椎が反りすぎてる、いわゆる首が前に行ってるっていうこういう状態になってないかっていうのをチェックしないといけない。逆にだから首を治療してあげたら逆に言うと改善してきますよ。反りっぱなしなくなってくるよねって話ですね。だから腰椎と頸椎っていうこの端っこにあるところをしっかり反ってないかっていうのを治療してあげないとそもそも猫背改善してこないよねって話。ただですね、ここの丸くなってる場所にも原因がある可能性がある。何かっていうとこれって伸ばす時ってどうなります？伸ばす時って前側、胸郭の前側が伸びてますよね。伸びてる状態ってのができない。例えばここをグッと締めてください。この状態開かないですよね。いわゆる大胸筋とかっていうような筋肉が硬くなってたら開けない。開けないからそもそも反れないってパターンもあるんですよ。あとですね、食道、逆流性食道炎とか気管支喘息とか持ってたりするとこの中にはいわゆる食道と気道っていう、胃まで持っていく食道、肺まで持っていく気管っていうこの2つもあります。なんで気管支喘息とか逆流性食道炎とかでこういう気道とか食道が炎症が起きて硬くなってるっていうのも結構原因になりやすいですね。だから筋肉柔らかいのに伸ばせませんって人もいらっしゃいますから。なんでもう3つ目の原因がいわゆる前側が硬すぎて伸ばせないですね。なんでまとめていくと腰が反りすぎてたら胸郭反れませんよね。なので腰が反りすぎてて猫背のパターン、首が反りすぎてて猫背のパターン、前側が硬くなりすぎてて猫背のパターン、この3つのパターンがある。これによって首に治療したら改善する人もいれば、腰に治療したら改善する人もいれば、胸郭に対して治療すれば改善する人。例えば腰が原因なのに首にどんどん治療しててもこれ改善しないですよね。大事なのは原因を見つけて治療に持っていくこと。原因が分からずに治療してもこれ改善しませんから。大事なのはどこが猫背の原因なのかを見つけていくこと。これがポイントになっていますので、原因発見法を紹介していきたいと思いますので、猫背どこから来ているか一緒にチェックしていきましょう。はいですね。まずはこの腰が反りすぎてて、ね、胸郭が反れない状態でパターンを紹介していきます。で、まずこれは腰が反りすぎててこんななっていますので、大体ですけど腰が反りすぎててっていうよりは骨盤が前に行っちゃっててこのパターンですね。下っ腹ポーンのタイプですこのタイプはいわゆるこのなんかジョジョ立ちみたいになってますね。バーンとなってます。この辺にバーン出てきますからこの状態になってて、なので簡単に言うと骨盤が前に行きすぎてるので骨盤を戻してあげましょう。でまずは例えばね、猫背の人で痛くなりやすいのは腰が痛いとかね、反ったら痛いとか胸が張れないとかね、首が痛いとかもあったりしますので、首が痛い場合は首が痛い動きをしてみてください。腰が痛かったら腰が痛い動きしてみてください。まあ大体どっちか、背中が痛いってあんまないので腰か首かなと思うのでどちらでもいいです。で今回ちょっと腰でいきましょうね。腰を反ってみて痛いってことであれば骨盤が前に行き過ぎてるって場合なので骨盤をグッと横から止めてあげてください。グッとね止めてあげた状態でいわゆると反っていきます。これこんな風に押しちゃうと助長しちゃうので、イメージで言うと骨盤が反りにくいようにちょっとお腹の中息吸ってで吐くふーっと吐いてあげてお腹固めてあげてください。お腹固めてあげると腰反れなくなるんですよ。なんでふーっとまず息吸って
吐いてふーって言ってお腹のところをぐーっと閉じるように、骨盤でこうぐーっと閉じるようにしてください。でこれお腹固めたまま腰を反ってみてください。そうすると腰がぶっと出にくくなるんですね。でこの状態でぐーっと腰反ってみて、楽っていうことであれば腰が動きすぎてる、ね、腰が反りすぎてしまってるので、この場合であればお腹、いわゆる腹直筋だったりとか腹直筋下部っていうお腹の筋肉を運動療法鍛えていくことによって改善してきます。だから腰の治療をしてあげると猫背改善するって話ですね。だからこっちが抜けてるからこうなってるだけなんで、これ戻してあげれば戻しますよね。だからこれが一つ目です。じゃあ二つ目、頸椎の方でいきましょう。これ頸椎はこんな風になってしまっていますよね。これでなってるので、まあ、これで腰反ったらもあるし、首を動かしたい、首が痛いとかもあるかもしれない。これやり方としてはこんな風に首が出すぎてるっていう状態、反ってしまってるので、首の後ろに手を組んでください。でこのままぐーっと押してくる。でこの首の根っこのところからこんな風になんていうの、押してくるような感じで後ろに持ってってください。でこの時に顎がこの喉仏の方にぐっと入り込むようなイメージでやってください。入り込むようなイメージやってもらうと、この首の反りが改善してきます。こんな風になんで、こう後ろからここの手を押すようなイメージでグッと入れてください。そうするとこんな風になります。でこの状態になると首が反ってませんね。首が反ってない状態作ってもらって、このまま腰反ってもらったりとかですね、やってもらって楽になるようであれば、首から来て猫背になってて腰が痛いとか、あとは首が痛いもあるかもしれません。こんな風なところをやってみてください。で最後、この胸の前側が硬くなっている場合であれば、ここをね緩めてあげないといけません。でこれはね、よくいつもやってるような感じの今日がこう胸に入りましょうっていうテストですね。何かって言ったら、手を後ろで結んでみてください。手を後ろで、でこの手のひらが上向いてる状態からお尻の方を回ってグッと手のひらを下に持っていく。そうすると胸が張れますね。で強制的に胸を張る状態を作ってみてください。でこの状態で腰を反ってみたりとか、首を動かしてみたりして楽になるようであれば、胸郭が硬くなってる、前郭が硬くなってるっていう原因になってますので、これやってみてください。でどれが一番楽になったかっていうところを通して自分の原因を見つけていく。で大事なのは、原因が胸郭だから、胸郭だから胸郭に治療していく。例えば気管支とか大胸筋っていう胸の筋肉を緩めていくことによって、胸郭が原因だから胸郭に対して治療したから改善したですよね。でも胸郭が原因なのに骨盤に対して治療してもこれ改善しますよね。これ大事なのは原因に合わせた治療です。病院でもしますよね。結果を見て原因を見つけてから、それに合った処方箋が出ますよね。当たり前なんですよ。治療もそうです。治療テクニックがいいとか、バキバキするのがいいとか、姿勢矯正がいいとかって、この治療法に目を向けずに、ちゃんと自分の原因が何かを見つけてください。この原因が見つかってくれば治療法は勝手に出てきます。順番間違えちゃダメです。でこれを放置しておくと、最終的に手術になったりとか寝たきりになってしまう可能性が高いんですね。ただ大事なのは、しっかりこの原因を見つける。ね、あなたの猫背の原因っていうのが腰なのか、胸椎なのか、頸部なのか、この3つのどこかっていうのをちゃんと今回の原因発見法を通してやってみてください。で、そこからの治療法っていうのは何でもいいと思います。ただね、この運動したりとか鍛えていったりとか、さっきやりましたね、こういうのをしっかり取らさせてもらってる MSM メソッドってやつがね、私がさせてもらってる治療法になりますので、もし興味がある方はこの概要欄チェックしてもらってですね、この方から店舗の検索できますので、そちらの方からチェックしてみてください。あとですね、今日の話、最後まとめていきますけど、で、猫背もですね、猫背があるわけじゃないですよ。猫背から戻せないことです。でも戻せないのには理由がある。腰が反ってたりとか、首が、ね、いってしまってたりとか、前が硬かったり、ちゃんと一個一個の原因とメカニズムが分かっていけば原因発見できます。そして原因が発見できれば治療法もあとはおのずでできますから、原因を見つけることにもっともっと時間を置いてください。そしたら治療もですね、遠回りをせずに最短ルートで改善できて、そしてあなたがですね、やりたいようなことだったりとか、痛みのない人生を過ごすことができると思いますので、ぜひですね、この原因を発見することにフォーカスしてやってみてください。今日の話良かったと思えばですね、ぜひね、チャンネル登録、高評価、コメントいただけるとすごく励みになりますので、ぜひそちらの方も登録よろしくお願いします。あとですね、概要欄の方に店舗の紹介とか貼ってますので、ぜひ興味がある方、原因発見したいって方はですね、下の方のフッカの方から問い合わせいただければ嬉しいなと思いますので、ぜひね、そちらの方から問い合わせください。では、今日はこれで終わっていきたいと思います。ぜひね、猫背改善して、ね、姿勢も良い、痛みがない生活を送っていただければと思います。では、今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。また見てください。はいはいはい。ばあちゃんたちは全部骨が曲がってます。で、なんでかっていうと、これはね、ここの前側にある椎体っていう骨
これ体重支えてるんですけど、この体重支えてるこの椎体とか、あとこの椎体と椎体の間にある椎間板っていう板が全部縮んじゃうんですよ。縮んだりとか、あとは骨が折れちゃったりしてます。結構無症状、いわゆる痛みがない状態で折れてますって人が、7割ぐらいです。なんで、ほぼほぼ折れてます。だから、じいちゃんなんか背が縮んだなと思ったら、椎間板とか、椎体折れてんじゃないかなと思ってもったり。で、最終、だから、重力に負けて背骨が丸くなるんですよ。こうなっていく人いないですね。丸くなる方が多いんで。で、丸くなっていくとどうなるかっていうと、頭が落ちちゃいますよね。でも、ここ反れない。なると、どうするかっていうと、膝曲げるんですよ、こうやって。で、そうすると、起きるじゃないですか。いわゆる、こうなってきたのを膝曲げてあげると、こうなりますね。で、このパターンになる。っていうのができてくる。だから、だいたい上半身が曲がっちゃって、膝が曲がってくるっていうパターンが、まあ、ほぼほぼですね。はい。まあ、そうなってこないように、だから背骨の重要性。まあ背骨あたりがだいたい痛みが出やすいですよね。そこをちゃんと治療してあげる。あとは膝が曲がってっていう膝が痛くなってきて。ね。あと曲がっちゃうことで上に上げれないから肩が痛くなる。だいたいこの3つじゃないですか。だからここに対してアプローチしてあげることっていうのはすごく大事かな。だから原理原則と一緒なんで、ちゃんと治療していけば。原因もね、あんまりそうなの多いわけじゃないんで。はい。ぜひ、背骨チェックっていう感じでやっていただければなと思います。はい。